自民党総裁選の政策、特に安全保障問題についてですね、お話をしたいんですが、河野太郎候補はですね、日本を前に進めるというこういう本を書かれています。で、半ばまあ自伝的な色彩もあってですね、生涯の、まあ、履歴についても書かれてるんですけれども、特に注目されるのはですね、彼が大学の1年の時にですね、あえてジョージタウン大学へ行ったということなんですね。で、このジョージタウン大学というのは、この中でも書かれているようにイージス会のカトリック系の大学です。で、イージス会というのはもともとユダヤ教の人たちがですね、キリスト教に改宗をした改宗ユダヤ教徒のグループでして、非常にまあ先鋭的な人たちです。有名なフランシスコ・ザビエルなどもこのイエス会の出身なわけですね。で、中南米に、このキリスト教化をした時にもその先兵となってですね、活動したグループなわけです。で、このイエス会というのはですね、実はこのグローバリズムというものの一つの、中心勢力でもあったわけ で、 現在でもそれは変わっていないわけですね。で、この河野太郎候補のですね、まあ、主張というものは、実はこのアメリカの民主党が掲げる政策とほぼ一致をしていると言っていいと思います。で、例えばですね、移民に対しての開放政策、これもですね、今アメリカでは大変な問題になってまして、もう200数十万の移民がバイデン政権になってからですね、国境を開放したためにまあ入り込んできている。で、そのために、治安が悪化をし、失業率が上がり、感染症も再び蔓延をすると、あるいはいろんな麻薬等が入り込んでくるということでですね、今南部諸州を中心に大問題になってます。で、南部だけではなくって全米に散ってるもんですから、その受け入れ枠をめぐってですね、さまざまな圧力も起こっているということで、まさにアメリカ社会が混乱しつつあるということなんですね。それから、LGBT、あるいは、少数者の差別に対しても、まあ、これを禁ずると。で、例えば、アイヌ新法というのが、菅政権下で成立しましたけれども、これも国連の勧告に基づくものが、元ですが、しかしそもそも国連自体がですね、このようなグローバリストのグループによって作られたわけで、現在でもその影響は厳然として残っている。で、むしろ国連に各国の NGO、 特に日本の NGO が活発に活動しているんですが、彼らがその例えば従軍慰安婦の問題とか南京の事件の問題とか、あるいは日本では女性の権利が十分に認められていないと、で、まあ、こういったことをですね、訴えて国連の勧告という形で日本政府を動かすと、まあ、こういうパターンができているんですけれども、同じようなことがですね、まあ、国連を通して各国に対して働きかけられているということもあるわけです。それから新エネルギーの推進というのもそうです。新エネルギーの推進の大きな背景として、気候変動、特に二酸化炭素による気候の温暖化ということが言われているんですが、この二酸化炭素によってですね、気候が温暖化をしているということ自体は必ずしも科学的に立証されたものではありません。確かに平均気温の上昇という現象は見られていることは、まあ、あるんですけれども、それが二酸化炭素によってもたらされたものである、あるいはそれが主要な原因であるということは、まだ地球科学の分野等で、あるいは気象学の分野で確立されたわけではなくてですね、長期的に見ると、例えば太陽の活動周期とか、あるいは近年では特に海水温の上昇とかですね、こういった二酸化炭素とは別の要因によって温暖化が引き起こされているという説もまだ有力なわけです。
でこういった意味でですね、非常に政治的決定であるということなんですね。で、これに、応じてですね、まあ、新エネルギー、特に太陽光、風力等がですね、まあ、重視されているんですけれども、実はこれの生産のシェアの高いのが中国なわけです。ところが特に太陽光については新疆ウイグルでの強制労働、人権を無視した労働によってですね、生産されているということが言われるようになってですね、アメリカなどはまあ輸入を禁止をするといった措置を取っているわけです。で、この中国との利権の問題、それから新エネルギーの問題もですね、これも河野一族のですね、中国における日本端子という会社のですね、まあ経営の問題が絡んでですね、これは総裁選挙中からも言われましたけれども、利益誘導になりかねないということで、まあ、非常に問題にもなったわけです。で、こういった新エネルギーの重視ということも、これまた民主党の政策とを踏襲をしたものだということですね。あるいは原発、その裏返しとしての原発反対とかですね、また核の拡散防止という観点も絡んでですね、日本の、まあ、防衛についても、河野候補はですね、敵基地攻撃能力というのは、まあ、昭和時代の、まあ、発想であるといったような発言をして反対をしています。で、これについてはですね、抑止力というものの本質をですね、まあ、直視しないという問題があるわけです。で、抑止というのは何かというと、相手に恐怖を与えることによってですね、こちらが望まない行動を差し控えさせる、これが抑止ということの本質であってですね、相手に対して恐怖を与えない、力がしかなければですね、抑止というのは機能しないわけです。で、敵基地攻撃能力の本質というのはですね、一方的に攻撃を受けて、いるだけで、防御だけであればですね、いずれは必ずその防御も破られて、攻撃目標に、核爆弾が落ちてくるということになるわけです。日本を攻撃する場合ですね、いろんな手段がありますが、一番、現在脅威とみられているのは、この核ミサイルの脅威なんですね。で、それも最近は北朝鮮もやってますけれども、極超音速の軌道型のミサイルというのが、今後主流になっていくと見られるんですが、これはですね、従来型のミサイルでミサイルを当てるという、方式ではですね、ほぼ迎撃は不可能になります。軌道のコースが変わっていくのでですね、将来の位置が予測できません。だからミサイルを誘導できない、だから当たらないと、こういうことになるわけですね。したがって、防御には限界がある。で、一発で用いればですね、これは広島長崎の惨害を見ても分かるように、瞬時にですね、数十万人の死傷者が出ると、まあ、こういう状況になるわけです。したがって、こういった惨害を避けるためにはですね、もしも撃たれた場合は直ちに残存して報復をして、相手にも、同じような耐え難い損害を与える能力を持つということで、初めて抑止というのはできるわけですね。で、これがすなわち、相互抑止という考え方でですね、そのためには最小限この敵基地というか、あるいはまあ敵の削減といいますけれども、攻撃する元になっている基盤、まあ基地と同じなんですけれども、削減を叩くということができなければならない。そうしないともう一方的にやられっぱなしということで、抑止も効かなければ効けませんし、また一方的に損害を受けることになる。まあ、こういったことがですね、敵基地攻撃能力というものの持たなければならない必要性なんですね。で、これをですね、認めずに、
他の手段でですね、代替をするということは、現状では見通しの将来も不可能です。で、他の候補もですね、例えば電磁波とか、まあ、新しいサイバーとかですね、こういった方法を使って無力化するということを、まあ、主張している人もいますけれども、高市候補もそういうこと言われてますが、これはまあ確かに効果は あります。で、日本がそういう点で非常に優れた技術を持っていることも事実です。しかしながらですね、こういった方法には大きな問題があってですね、相手に対して本当に致命的打撃を与えたかどうかというのはですね、確認ができないんですね。で、実際にやってみないとわからない。それからやった後もですね、どの程度打撃を受けたかということは直接は確認できないですね。ある機能が麻痺をしたということが間接的にわかるかもしれませんが、相手方もですね、その被害を受けたことは当然秘密にするわけで、被害の状況がわからない。したがってですね、抑止というものの相手に対して確実に恐怖感を与えるという機能にはならないわけですね。相手から見るとですね、何らかの方法で例えば、電磁波攻撃に対してシールドをかけるとか、サイバーに対しても有効な何らかの防御手段を持っておくということも不可能ではない。あるいはバックアップシステムを密かに持っているかもしれません。まあ、そういったことを考えるとですね、確実な抑止手段にはなりがたいということがあるんですね。で、特に目に見えた形で被害が出ないというところが限界があるわけで、したがってですね、補完手段にはなり得るけれども、しかし決定的抑止手段にならない。また、同様に専守防衛という考え方もですね、これも見直さなければならないというふうに思われるわけです。で、これは言ってみれば本土決戦思想と一緒ですから、最初からこちらに被害が出ることを前提としてやられたらやり返すですけれども、やられた時に一気にミサイルで集中攻撃を受け、その中に核爆弾や核弾頭があればですね、何百万という人たちが被害を受けるということになるわけですね。そうなるとその恫喝を受けただけでもですね、屈せざるを得ないと、こういう状況に追い込まれるわけ。そういう意味ではですね、抑止力というものも必要ですし、またそれだけではなくてですね、反撃をする能力も必要です。それから奇襲攻撃を受けた時も生き残る、少なくとも一般国民の方が生き残れるようなですね、シェルターを整備しておくとか、避難計画をきちっと作って訓練を日頃からやっておくと、まあ、こういった生き延びる方策というものも不可欠なわけです。今日はこれで終わります。